ルノー・カジャー・カジャーは、フランスの自動車メーカーのルノーが販売している、小型クロスオーバー SUV である。日本使用発表以前、各メディアにおいて、日本語表記をカジャールと表現されることが多かったが、2017年8月に、ルノー・ジャポンがカジャーの名で正式発表したため、投稿における表記もカジャーとする。社名は造語で、クワッドを想起させるカットと、 フランス語のアジル及びジャイアーを想起させる、ジャーを組み合わせたものである。開発コード名はハフ。2015年1月26日から、ソーシャルメディア上にてティーザーキャンペーンが展開され、2月2日に概要が発表された。3月5日から開催される第85回、ジュネーブモーターショーにて正式に公開される。カジャーは、欧州 C セグメント級のクロスオーバー SUV で、 ルノーのラインナップではキャプチャーと、コレオスの中間に位置する車種となる。プラットフォームは、日産、キャシカイア日産、エクストレールと同じ CMFC、D を採用する。駆動方式は、FF と 4WD の2種類が用意される。また、エスパスに続いて、R リンクにマルチメディアシステムが、ダッシュボードに搭載される。カジャーの生産は、スペインのパレンシア工場にて行われ。 2015年夏からヨーロッパ及び地中海北アフリカ地域で発売が開始される。イギリス向け右ハンドル仕様はやや遅れて同年秋から発売開始となる。また2016年から中国市場にも投入され東風来学国社によって製造・販売が行われる最初の車種となる。2017年8月31日2018年からの 日本市場への導入開始を発表。それに先立ち、100台限定にて、カジャー・ボーズが先行リリースされた。鳥インソギ、100台だけ、ローンチエディションを導入した理由は、メガアヌ3の販売終了により、空洞化していた C セグメントを充足することと、ライバルであるプジョ3008の日本販売が、好調であったためである。パワーユニットは1.2リットル直噴ターボガソリンの、 H5 回プラス7足 EDCFF の組み合わせのみで外装色はブランナクレのみ。2018年4月5日、カジャー、ボーズの完売に伴い通常モデルをリリース。グレードはインテインズのみ。ボーズと比較すると主要装備はほぼ同じだが、車体色はブランナクレに加え、ルージュフラム、ブルーコスモス、 グリチタニウムの3色が設定されて、計4色から選択可能となり、シート値はレザーとファブリックのコンビからヒーター付きのレザーへと変更。ただし、それと引き換えにパノラミックルーフと坊主オーディオが省かれている。価格は坊主費3万円アップの347万円。2019年12月現在、ルノージャポンのラインナップから削除されている。ありがとうございます。